もそのこちらもチビもチャイスフラッグです。今回もセブニングリバープリ2020やっていこうと思うんですが、今週は月曜日ということで NS 国ガチャ来ておりますね。イタリア、オランダ、トルコということで、こちらもすでにアクタランキングの方を上げているんで、詳しく見たい方はそちら見てみてください、はい、ということでイタリアからねパッパッと、まあ、行きましょう。ということでまずはインモビレですね。フェンセス決定力高くてワンポワンシュー、もちろんラインブレーカーなんだけど、ボールキープがね80かな、これレベルまで、うん、だからちょっとまあ足元はゴモゴモするんだけど、ただ俺結構今バディとかね、トッティとかクライファートとか全数ワンパで固めてるんで、インモビション当たったら使ってみたいかなというふうに思いますね。そしてまあ持ってない人からすれば、大当たりですね。ドンナルーマ、はい、そしてニコロ・バレラということで中盤のスーパーサブですね。まあ中田とか持ってない人は大当たりだと思いますね。この3人が、まあ、大きく言うと当たりなのかなって感じはしますけど、フロレンツィ懐かしいな。フロレンツィとかに2019の時ガチスカーというか、あのなんだっけ、スパサブあって PSO のめっちゃ使って選手多かったよね。うん、あのやっぱサイドバックのスパサブでね。そうそうそう、それこそあの中盤で置けたんだよね、フロレンツィって。さあ1人目左足、これはあ、ドミニク・ベラルディね、まあ、インモービレですね、やっぱ一番欲しいのは。持ってない、インモービレ。インモービレ投票のやつは持ってるから確か。なるほど。ただこれに乗り換えて使ってみたいかな、新しいの。右足、さあ誰だろう、背番号出てこないんだよな。そう、フロレンツィ、フロレンツィスーパーサーブとかねつけると、ほんとウィレ2019の時は能力値も結構強くて強かったね、あれね、使ってしょうかったね。うん、サイドバックで普通に使ってたね。ぽいインモンビレチーロ、あれかぶり、いやかぶりだこれ、フロレンツィかぶり、うわお。さあオランダ行きましょう。ということでオランダはデヨングがトッププレイヤーですね。まあオフェンスエースは今回ねトップ強化91まで行くんですよ。後半が5か、今の C 環境で入れるかどうかはねちょっと怪しくなってくるけど、まあ、後半ぐらいだと相当強くなってきてる。そう、来ましたね。総合値がおそらく99いきます。99は多分初めての領域なんで、これはすごいですよ。去年も99100いってます。去年はあ100いってんだ。100でリフトいるんだ去年は。総合値化け物。そしてバルセロナに移籍したデパイですね、うん、あとはワイナルドゥムとかベルフハウス、グリント、そしてデュンフリースですね、うん、デュンフリースは俺結構強いと思ってて、まあ多分比較対象がクロスターマンなんだけど、クロスターマンよりやっぱボールコントロール、ドリブル、ボールキック、グランダーパスとかものすごい高いんですよ。でオフェンス系の能力も高いし、結構前目が高いクロスターマンみたいな。だちょっと後ろはねやっぱりディフェンスセンスとかクロスターマンの方があるんですけど、フィジカルとかも93とかまで行くんで、かなり体もむっちりしてるということで、だクロスターマンって攻撃的サイドバックじゃないから、ね、向こうはオーバーラップです、ね、うん、だそこはまあちょっと違いますけどね、はい、でマルテンデローンって感じで、まあこっちでいると圧倒的ディリフトなんですけど、まあ俺ちょっとデューフリースも欲しいかな。デヨングはもう持ってるんでもういいかなって感じですけどね。まあ今回はオランダディリフト、ディリフト、これが欲しいかどうかみたいな。おい、これはドゥムか、ドゥムかデューフリースか、はい、デパイ、デピン2回目。最近お目当ての選手引けてないからな。全然引けない。お、待ってよ、これ待ってよ。デリフトいたことないけど。お、このガタイ？あ、このガタイに。来た。うわお。ちょっとデリフト。いやこれはちょっと使いたいな。俺今ファンダイクとベリアシで2人のねセンターバックお気に入りなんですけど、いけるっしょこれ。いや来たね。オッケーオッケーオッケー。後半6ってところがね。そう。あの前のデリフト4とかにされてたから。そうそうそう。それがやっぱちょっと違うよね。6はやっぱね、6はでかい。さあ来い最後。もうでもあれでしょ。さあこれは誰だ。ドゥムか、ワイナルドゥムか、そしてデピーか。デピーピッ、めっちゃかぶりやん。かぶりいらんな。そう、なんとかかぶる。でね、トルコが結構隠れあたりの選手が多くて、まあ、まず一人が、こう、先場のね、チョユンジュっていう選手なんですけど、185センチなんですけど、すごいディフェンス値が高くて、ディフェンス値、まあ、スタミナからかな、スタミナからアグレッシブネスまで95以上なんですよ、全部。まあ、普通に。フィジカルも強いし。初期からね、かなり能力が高いね。あの瞬発力が唯一78っていうだけであって、かなり強いセンターバックになってますね。まああとサイズかな。そう、これもちょっと試してみたいのと、あとめちゃくちゃ面白いのがこのトゥファンっていう選手で、
中盤、そしてセンターバック、右サイドバック、左サイドバックとこポジション入れがまずクソ優秀 でボールコントロールからね、結構フライパス前とか、あとそのスピード瞬発もあるし、フィジカルボディコン、これがね92、94かな、うん、かなりこのフィジカルボディコン、そしてスピード瞬発、そしてこのね、ディフェンスセンス、アグレッシブネスで、スタミナもね99いくんですよ。すごい、かなり優秀なあの選手になってて、ミドルライジングとかマンマークインターセプトっていうのを持ってるんで、でコーン6あるからね、うん、これめちゃくちゃ欲しいんですよね、まあ、デリフト並みに欲しいかな。結構面白い選手ですね、はい、まあ、この2人かな、トルコは。なるほど。あとはまあチャルハノールとかね、あの来てますけど、まあ、この2人来れば勝ちといった感じですね。まあサイドバックとか後ろ目系はよく来るね。さあこういう時に絶対チャルハノール引くからな俺。これはブラックユルマズか、ブラックユルマズっぽいな。はい、うん、まあ、今回のガチャもできれば引くみたいな、そうあの感じで、本当はデリフト、そうだね、うん、とかをあの欲しいんだったら目指して引くみたいな感じになってくるのかな。ヤズシュラスト、いやどっちか来てほしいけど、中盤のやつファンが欲しいな。まあ今回でもデリフト引けただけでだいぶでかいぞ。まあそうだね。左かい、まず左かい。いやだからさ、2人ずつ来てんだって。ヤズシュ、いやもう全部かぶってるよ俺、3つのガチャで2人ずつ来ちゃってるよ。ヤズシュ。さあということでいきましょう。最強格インモービレでバレルラって感じかな。まあドンナルンマとか持ってるんだよね。まあ持ってる人からすればね、カンストのドンナルンマ持ってるから、まあそこまで今のところは欲しくない。まあ強いけどね。チーロがねちょっとね使ってみたい感じ。それよ、アズーリ30戦無敗なんだっけ。なんか今強いんだよね。すごいんだよね。すごいよ。ちょっと待ってよ、完成度高いよ。ええ、ボルー、めちゃめちゃあれね、ゆかりのあるやつ引いてくるじゃん。インモービレだっつってんのに。インモービレがね結構引けないんだよね。まあ、でも俺持ってるんだよね確か。誰さ、誰だ、あ、あれ、フロレンツィ、これはついめっちゃ引くな、フロレンツィとか。かぶ、ちょっとかぶってるね。すごい、あ、今あの本若とそうブラックモチャッカがものすごいかぶる、ちょっとかぶってんのよ、なんかあの出るやつ。いやーよくかぶるわ。まずいなこれ、この感じ違うな、これ誰だ、うん、あ、ブララッティ、ちょっとね、スカピンタンですね。オラランドラ。これはちょっとデリフトしかないんだよな。ちょっとデリフトってどういうことだろう。いや、すごかったんだよね。あの、デリフトが2020の時結構、すごい尺だったんだよね。すごくて。おい、ちょっと待って、まあ、たくましい太もも。ワインドゥム？ドゥフリーズ？ドゥム？ワイナルドゥム！はい。前はもうちょい強かった能力的に、ね、なんかそんな感じがするね。なんかでもワイナルズムって結構ウイレだといまいちそこまでなんか能力強化されてない気がするな、うん、ちょっと待ってよ、あんま使ってしょ見ない。これはこれディピー、同じディピー引いて、まあイタリアは結構違うけどね、ボヌーとか俺持ってない、ベラッティとか、うん、まあ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 、左左、うん、聞いたことない左とか。ブリンター、ここは7です。そういうことじゃない。そういうことじゃないんだよ。トルク、ちょっと待てよお前、本当にチャルハノール来そうやな。チャルハノール来るよ、元気よく。怖え。これね、トゥファン引けたら結構熱いんだけどね。そうだね、今の環境も使えると思うよ。右足なんだよトゥファン。もうこれ速、ヨクシュル、一人ぐらい引いていきたい、一人ぐらい引かせてよ。はい、なんとか40でもいいよ。お、右、なんとか40でも、お、いいよ。この顔見てもわかんねえんだよな、後ろめっちゃねえピッチー刈り込んで。これ誰、ヨクシュル。マジ、かぶってることすら気づかないわ。わかんないんだよね、顔がちょっとね、フェイスだけだと即引きしちゃってるから、1回目1回目即引きしちゃってるから、かぶってるから。あ、これ左違うわ、ダメだこれ、終わったこれ。ヤジュシュ、